In the monetary policy meeting, March meeting, taking into consideration the improving inflation outlook, the Bank of Japan opted to discontinue the policy framework known as quantitative and qualitative easing with yield curve control, YCC, which had been in effect since 2013. はい、こんにちは。どんな英語もロジックで解決、パズル式英語のロジカルケンです。このチャンネルでは英語を丸暗記ではなくてシンプルなロジックで楽しく最速で学び直す方法をお伝えしています。今回はリクエストも多い上田日銀総裁の英語スピーチを聞いて、為替や株など我々のビジネスに直結する話題で英語を理解してみましょう。このチャンネルでもおなじみの上田日銀総裁ですが、 MIT への留学経験があり英語力は抜群です。どれぐらい抜群かはこちらの動画でもご紹介しています。ちなみに同窓生は各国歴代の中央銀行の重鎮たちばかりです。アメリカのベン・バーナキ元 FRB 議長やサマーズ元財務官、ドラギ元欧州中央銀行総裁などびっくりするような人たちが同窓生なんですよね。今回の動画では日銀の歴史的な政策転換、つまり量的・質的金融緩和の終了について、上田和夫日銀総裁のスピーチを英語で聞いて勉強してみましょう。今回も上田総裁の英語での発言をパズルのように色分けして前から順番に英語の語順のまま理解してみましょう。実は英語ってパズルのように楽しくわかるんです。品詞を判断してパズルを解くと主語と述語が瞬殺でわかります。こんな感じですね。この方法の詳細を知りたい方はこちらをチェックしてみてください。色分けによる英文の整理についても解説しています。色分けの学習方法以外にも失敗しない英語の学習法として、絶対に英語の主語動詞を探してはいけないという動画ですとか、そういった動画をこれからも見逃したくない人は今のうちにチャンネル登録および通知ボタンポチッ押していただければと思います。では上田日銀総裁のインタビューを見てみましょう。 Thank you, Adam, for a very nice introduction. And I'd like to thank everyone coming or staying until this hour. It's 5 p.m. Friday, so I guess everyone wants to forget about the hard work he or she did during the last 5 days and be ready for the weekend. ここアイスブレーキですよね。金曜日の5時なんで週末に向けてもうちょっとウキウキしてるんじゃないですかということで、ちょっと笑いを誘っている部分です。Now, my talk is about the hard or difficult, complicated monetary policy framework. Complicated. これは複雑なって意味なんですけど、 PLE の部分、プルの部分が折りたたむって意味なんですよね。だからダブルは2回折りたたんだ。そしてトリプルは3回折りたたむ。で、複雑に折りたたむと Complicated になります。そして Monetary Policy Framework。これは Monetary の部分がマネーのお金なので、金融。そして Policy は政策。で、Framework は枠組みになりますね。金融政策の枠組みです。We had...And how and why we terminated it. Terminated. これ終わらせるってことです。これは駅のターミナルに関係がありますね。駅のターミナルって終点でしょ？だからそれを動詞にすると terminate で終わらせるになります。So I hope it fits the occasion or timing of the event. Needless to say, we, the BOJ, Bank of Japan ですね。BOJ、日銀です。In terms of policy,政策に関してですね。Not going to go to a weekend or a vacation. これは先ほどウィークエンド、金曜日の5時と言ってましたので、日銀は金曜日の5時以降もずっとね、働いてるんですよ、政策に関してはというふうに言ってますね。さっきの冒頭のアイスブレイクとかけてます。Well, actually, have moved back to, let's say, a more normal policy setting. Let's say は言ってみればっていう軽い挿入です。こういう挿入で文章分からなくなるケースもあるんですけども、こういった挿入はね、もう一回聞いたら覚えてた方がいいと思います。Let's say、言ってみれば。Whereby we set the short-term interest rate. Short-term interest rate. これは短期金利ですね。In response to incoming data and information in order to hit the 2% inflation target. 2% のインフレターゲットに向けて短期金利を操作するという通常の政策に戻ったと今言いましたね。So,In, I'm beginning my speech.
in the monetary policy meeting. Monetary policy meeting. 金融政策決定会合。March meeting. Taking into consideration the improving inflation outlook. Take into consideration. これは高校でも習いましたね。考慮に入れるっていう意味です。そして次、improving。改善しているinflation outlook。インフレのアウトルック、見通しです。これは外を見るってことなので、見通しですね、アウトルック。The Bank of Japan opted to discontinue the policy framework. Opt は選択する。で、選択肢はオプションですね。これは動詞になって opt、選択する。あと discontinue。continue は続ける。dis で否定しているので、続けるのをやめる。As quantitative and qualitative easing. Quantitative は、これ、quantum ってね、単位なんですよ。コンタムって量子でしょ。だから量子がいっぱい集まってクオンティティブ、量的っていう意味になります。そしてクオリティティブ、これはクオリティなので質的ですね。でイージングは緩和。 With yield curve control YCC、 これイールドカーブコントロールといって短期金利も長期金利も両方とも日銀がコントロールする。超過短期金利については長期準備預金のですね、金利をマイナスに誘導することによってで市場に出すお金の量をコントロールしてますし、長期金利については日本国債の買い入れを行ってコントロールしてたということなんですね。 Which had been in effect since. In effect. これは有効なんだから2013年以来その YCC リードカードコントロールがずっと有効だったということです。長期金利短期金利両方とも日銀が操作してたということです。 2013. First, I would like to give a brief outline of the changes made and then talk about the background behind these adjustments. はい、いかがでしたか？スピーチの冒頭で聞いてる人の心を読むようにですね、金曜日の5時を待ちあってお疲れじゃないですかと言いながら笑いというか微笑みを取ってるところがね、楽しいですよね。それにしても上田総裁の金融政策運営の能力と英語力はね、すごいですよね。何しろこれまで人類がやったことがなかった歴史的な量的質的緩和をやり遂げたんですから、この異次元の金融緩和でハイパーインフレを回避して穏やかな 2% のインフレに持ってきた手腕に僕は感謝してます。日本国債の暴落本ですとかハイパーインフレ超円安本がね、売れてましたからね。素直にすごいですよ。ハイパーインフレとか超円安論者は国債買い入れなどをしてお金をジャブジャブに国中に回せば通貨の価値が落ちちゃってハイパーインフレとか超円安になるってね、騒いでたんですよね。でも全然なってないじゃないですか。これをね、実現したのがイールドカーブコントロールってやつなんです。解説すると、短期金利と長期金利の同時コントロールですね。短期金利は金融機関の日銀の預金の一部をマイナス 0.1% にして、まあ、日銀に預金するなみたいな嫌がらせに近いですけれども、企業への貸し出しを促したんですね。そして長期金利は長期国債金利が 0% になるように日銀が国債の買い入れをしてコントロールしたんですね。銀行にとっては国債運用の不安がなくなるんです。 0% っていうことはいつでも満額で国が買い取ってくれるってことと同じことだから、めちゃめちゃ安心。銀行はどんどん国債を買って運用できる。このようにして金融不安をなくしながら短期金利をマイナスに誘導することによって企業への貸し出しを促して経済を誘導していったってことです。そうこうしているうちにインフレが 2% になり、長期国債の利率が 1% ちょっとで制御できればインフレの方が大きいので相対的に借金も目減りしていくんです。ここで借金大国からの脱出の出口が見えた感じなんですよね。まあ、素晴らしい経済の運営だと思います。今後も株価、為替、日本経済はどうなるのか、日銀の舵取りはどういうふうにしていくのか、とても気になりますよね。きっとうまいことね、動かしていくと思いますけれども、これからも上田総裁の経済の舵取りに目が離せませんね。で、解説を一通りしたのでもう一度通して聞いて学習してみてみましょう。 Thank you, Adam, for a very nice introduction. And I'd like to thank everyone coming or staying until this hour. It's 5 p.m. Friday. So I guess everyone wants to forget about the hard work he or she did during the last 5 days and be ready for the weekend. Now, my talk is about the hard or difficult, complicated monetary policy framework we had and how and why we terminated it. So I hope it fits the occasion or timing of the event. Needless to say, we
the BOJ in terms of policy are not going to go to a weekend or a vacation. Have moved back to, a more normal policy setting whereby we set the short-term interest rate in response to incoming data and information in order to hit the 2% inflation target. So I'm beginning my speech. In the monetary policy meeting, March meeting, taking into consideration the improving inflation outlook, the Bank of Japan opted to discontinue the policy framework known as quantitative and qualitative easing with yield curve control, YCC, which had been in effect since 2013. First, I would like to give a brief outline of the changes made, and then talk about the background behind these adjustments. はい、いかがだったでしょうか。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは英語を丸暗記ではなくてシンプルなロジックで楽しく最速で学び直す方法をお伝えしています。もしこの動画が少しでもためになった、もっと他の人物を見てみたい、そう思ってくれたらチャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると励みになります。今後も注目を集める人たちの発言を取り上げて皆さんに発信していこうと思います。ちょうど自民党総裁選がありますので、政治家の英語力もいいですね。コメント欄に気になる人物や今回の動画の感想も書いていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。